赤ちゃんおねんねよ、ママが小鳥をあげましょう。小鳥が泣くのをやめたなら、ダイヤの指輪をあげましょう。ダイヤが輝かなかったら、素敵な鏡をあげましょう。鏡割れてしまったら、ヤギを一匹あげましょう。ヤギに力がなかったら、牛と荷車あげましょう。牛と荷車倒れたら、子犬を一匹あげましょう。子犬が吠えなくなったなら、馬と荷車あげましょう。馬と荷車倒れても相変わらず可愛いうちの赤ちゃんだね。相変わらず可愛いうちの赤ちゃんだね。相変わらず可愛い。